はい、どうも。宇治駅やっています。今来たのは2号系普通電車京都駅です。2号系の 35NE401 編成という電車です。反対側来たいのは1000馬台 1005NE509 編成です。大箱まで向かいます。今から大箱まで向かいます。はい、ということで、はい、ということで、それだって大箱まで帰ります。今ご覧の通り、宇治から大箱間、複製化工事完了したばかりの線路です。そこから渡ります。この電車は京都行きです。終点京都まで各駅に停まります。お、横地場さん来た。大幕、大幕です。お出口は左側です。 Thank you for using JR bus. This is the local train. ということで、京都 We will be stopping at every station. この線路ができたばかりのということです。実はね、大幕駅は待ち時間がこう消滅しました。大幕駅に停車した後にすぐ発車となります。はい、ということで大幕駅に到着いたしました。以前は待ち時間だったんですが、もうすぐと発車となります。はい、大幕駅に到着しました。
もう複製化工事はもう常に完了いたしました。というわけで大爆駅からこのパンフレット「モバイコ」という雑誌をもらいました。これはモバイルイコカというアプリがあります。後ろはご覧の通りになります。さて、普通電車乗用機6両編成が到着いたします。どの電車かちょっと不安なので、毎日ね、普通電車乗用機6両編成はワクワクしますので、ということで、黄色い電池ブロックまでお下がりくださいと。これは一般車両の221系6両編成です。以前は205系車両だったんですが、今回のダイヤ改正による221系6両編成に変更いたしました。それでは、発車仕様をご覧ください。ということで、乗用機普通電車発車しました。この後、横時快速京都行き通過を行います。さあ、横時快速京都行き通過列車を通過しよう、ご覧ください。ということで、大爆駅に走ってみました。さあ、続きまして普通電車京都駅大爆駅に到着すると思います。はい、まもなく到着です。
はい、205系の1000番台到着いたしました。はい、ということで、今回の動画は奈良線の電車でした。最後までご視聴ありがとうございました。